るもの全てが時とともに形変えゆくものならば、僕らが抱いてる尊いものに本当にすがる価値はあるのでしょうか。気まぐれに摘んだたおやかな花は見る影もなく醜く枯れた。そんな風に変わってしまうかな。とても優しいあなたも千年続く愛情、千年続く友情、千年続く安心を、千年続く幸福を。僕らは望んでやまないけれど、そんなものどこにありましょうか。事故が起こったって夕方のテレビニュースでやっている。亡くなった人の家族や恋人の悲しみに目を背けてしまう。終わりはいつかやってくると知った時、初めて人が愛しくなる。あなたじゃなくてよかったと思う僕は、やはり浅ましい人間でしょうか。千年続く愛情、千年続く友情、千年続く安心を、千年かけたことかもしれないけれど、あなたよどうか生きていて。僕がいなくても生きていくあなたを、悲しいと言ってはいけませんか。千年続く愛情、千年続く友情、千年続く安心を、千年続く幸福を、千年千年続く安らぎを、千年続く友愛を、千年続く熱情を、千年続くいたわりを、千年続く尊厳を、千年続く生命を、千年続く喜びを。終わりがあるから美しい、わかりたくも。